国道315号は山口県周南市から萩市に至る一般国道である。長沢交差点山口県の東部を周南市から萩市にかけて縦断する路線である。中国山地を越えるためカーブと勾配が多いものの全線が2車線での整備が完了している。周南市三田川交差点から周南市内を北上しながら登り、分水嶺となる杉が峠を越えて、 旧徳山市北部の主満、町見のる地区を通過、高道ダムから西木川に沿って北上し、旧六野町内へ。ここからさらに山越えの後ループ線を通過、山口市徳寺ゆずき地区をかすめて、山口市野党地区の中心地の一つである、徳佐地区へ。ここで、国道9号と直行してさらに、北上、萩市辺又地区、阿武町、福田地区を経て、萩市須佐地区に至る。 道の駅、ありがとうございます。